水曜日5880回目生島ヒロシのおはよう一徳で、日本時間月曜日の朝6時になりました。赤坂13度、湿度は 73%、 風は、北の風2メートルというところですが、さあ早速ヘッドラインニュースです。総理就任は初めてとなる外国訪問、ベトナムを訪れている菅総理、今日フック首相との首脳会談に臨みます。20日にはインドネシアでジョコ大統領と首脳会談に臨む予定ということですね。自由で開かれたインド太平洋構想の実現に向け、両国との連携を確認したい考えです。新型コロナ、東京都は昨日132人の感染を発表しました。入院中の重症者は24人、一昨日から1人増えています。全国では大阪で50人、神奈川で49人、埼玉で40人、沖縄で29人です。